的な紳士、温厚な人柄で付き合いやすい好人物と評判だったモーゼス・シトレですが、実は彼は極悪人で、その素顔を隠して生きていました。モーゼス・シトレは1964年11月17日南アフリカのボクスブルグのカンソンホスローラスで生まれました。シトレが5歳の時に父親が他界してしまい、母親はシトレと兄弟イエスらも捨てて孤児院に預けてしまいます。シトレによればこの孤児院にて虐待を受けたそうです。どのような環境だったかは分かっていません。シトレはそんな孤児院の環境に耐えきれずに脱走し、自力で母親を見つけて助けを求めました。しかし母親はもはやシトレは邪魔な存在だったため、孤児院に送り返してしまいます。このあたりからシトレの心は闇に落ちたのではないのかと思います。結局シトレは兄たちと自立して生きていくことに決めました。20歳を過ぎたあたりからシトレは女性を襲うようになりました。3人の女性が被害に遭ってから逮捕され、刑務所に収監されます。そしてシトレは刑務所で囚人に何度も強姦されてしまいます。この刑務所での経験がシトレをさらに悪魔に変えてしまうこととなりました。刑務所での経験はシトレにとって衝撃的で憎悪するものでした。そして1994年に釈放され、わずか1年で罪を重ねまくります。シトレはとにかく女性をターゲットにしました。自分をビジネスマンと偽り、仕事の話をしないかと持ちかけて、信頼を得たタイミングで草原に連れ出して乱暴し、首を絞めて命を奪っていました。またシトレはアフリカ系の女性を物色し、後をつけて自宅に侵入し乱暴、その後は斧で命を奪い、犠牲となった女性宅でシャワーを浴びて帰り血を流してから帰るといった大胆な行動も取っていました。そしてわずか1年で犠牲者は30人以上に上り、世間は恐怖に包まれました。シトレは犠牲者の家族にわざわざ電話をして、俺がやったとせせら笑いながら話したそうです。そして1995年8月にいつものように女性を襲おうとしたのですが、未遂に終わってしまい、警察に通報されてしまいます。警察が来るとシトレは慌てて逃げ出してしまいました。シトレは徹底的に捜査の対象とされてしまいます。シトレは義理の兄たちに助けを求めました。銃が欲しいからと会いに行きましたが、何やら不穏な空気を感じたシトレは兄たちを斧で殴ってしまいます。実際にシトレが来ると通報されていました。そして駆けつけた警察により逮捕されてしまいます。逮捕されたシトレは今までの犯罪を自供し、裁判で38人の殺人、40件の強姦の罪により懲役2410年が言い渡されました。懲役2410年と聞いたシトレはニヤニヤしていたそうです。被害者家族は死刑だろうと不服でした。後に分かったことですが、シトレは HIV に感染していました。現在もシトレは刑務所に収監されています。この事件は ABC 殺人事件と言われ、アターリッティール、ボクスブルグ、グリーランドで起きたことで、その頭文字から命名されました。シトレは普段は好印象な人物に見えており、話しやすく親しみやすかったそうです。シリアルキラーの特徴ですね。本当の自分を隠して裏で本性をあらわにする、表向きはいい人なシリアルキラーを秩序型と言います。秩序型の特徴は社交性があり、犯行は計画的で、道具も用意する、証拠は残さないといった IQ の高い人間のパターンが多いです。シリアルキラーのパターンは何個かありますが、また解説を作るかもです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。